前回のあらすじ、チル側下流部に気づかれたソ連軍共闘砲ドイツ側が除去のため12月6日から7日にかけて攻撃。しかし7日早朝にソ連軍が戦車約50両を主力にドイツ軍戦線を突破し奥深くまで浸透。一時ドイツ軍が包囲される危機に陥ったが、ソ連側の連絡不足やドイツ軍部隊の奮戦により戦線は維持され、8日にソ連軍の攻撃前に新たに到着した第11装甲師団が反撃を実施、約1日続く激戦の末ソ連軍は元の場所まで押し戻された。さて前回の最後に触れていた話について述べなければならないが、まず大前提として東部戦線において戦争犯罪は日常茶飯事であり、ゆっくりはこれについて何か言うつもりはない。よって両軍の一時資料に載っていることのみについて淡々と述べる。12月8日、午後2時までにドイツ軍は第79集団農場を奪還。そこでドイツ兵が目撃したのは無残にも殺害された戦友の姿であった。集団農場には第336歩兵師団の補給部隊が駐屯していたが、彼らはことごとく射殺されていた。少なくとも死因は戦闘によるものでなく、明確に処刑であった。ソ連側資料によると、第216戦車旅団が集団農場においてドイツ捕虜約400人を処刑。これに加え第8オートバイ連隊が捕虜約100人を集団農場の北西の野営地にて処刑した。この行いは少なくともドイツ兵の士気に大いに影響し、バルクも著書において次のように述べている。私が第79集団農場を車で通り抜けると、恐ろしい光景が目の前に広がった。そこには第336歩兵師団の補給部隊が配備されていたが、多くの我らが勇敢な兵士が惨殺され、早朝にロシア人に奇襲され破壊されたのだ。この行いはある基本的な事実を明らかにした。この戦争は我らが民族の存亡に関わる問題である。果たしてこの極めて緊迫した状況と終わりのないロシアの猛攻撃を目の当たりにして、祖国を守ることは可能であろうか。私たちはそれを成し遂げられると信じ、そしてそうであるよう願った。この後バルクは12月14日にある命令を下すことになるが、これは口述する。これより前回に続いて、12月9日の戦闘について見ていく。ただ前に日と違い、ソ連側の資料をほとんど入手できていないのでそこを留意してもらいたい。8日深夜から9日早朝にかけ、ソ連軍の大部分が脱出したもののまだドイツ占領地に取り残された部隊がいたため、ドイツ側は第11装甲師団から戦車部隊、第336歩兵師団からは予備であった第687敵団兵連隊第2大隊を動員し、残党の総統に従事。また戦闘のほとんどが第336歩兵師団支配地域で行われたため、電話線がすべて断絶、師団はこれの回復に注力した。時間は不明だが、第110装甲敵団兵連隊は早朝に160高地に到着、ここで第15装甲連隊第3大隊の支援を受けながら161高地へ前進。ゼレ戦闘団は一次師団の指揮下に入り、第110装甲敵団兵連隊の攻撃を支援する役割を与えられる。一方で、8時よりソ連軍が第336歩兵師団へ攻撃を仕掛ける。第686敵団兵連隊は第9高射砲師団の高射砲と共同してこれを撃退、すべての攻撃を撃退し敵に多大な損害を強いたが弾薬不足のため陣地は危機にさらされる。また8時40分までに多くの困難があったものの第685敵団兵連隊との通信が回復。9時ちょうど、第336歩兵師団が自軍戦車が161高地を占領したと報告。その北の高地はなおもソ連軍の手中にあるため、師団は第686敵団兵連隊に可能であれば戦車と共同し高地を占領するよう命令。だが突如友軍戦車が161高地より撤退、高地は即座にソ連軍により占領された。ここで師団は、161高地及びその北の高地の敵が排除されない限り、攻撃の続行は不可能である。と第48装甲軍団に送信。ただ第11装甲師団側の戦争日誌ではこの一連の流れについての言及はなく、実際何があったかは不明である。ソ連軍の攻撃が失敗し第336歩兵師団が危機から逃れたとの記述があるので、これを受け撤退した可能性は考えられる。午前11時、155高地の第111装甲敵団兵連隊の陣地が戦車を伴った強力な攻撃を受ける。これにより連隊は当該地点を維持できなくなり撤退、陣地を突破したソ連軍はそのまま南西へ突進。
12時10分、またもや第686敵弾兵連隊が攻撃を受ける、もはや連隊は限界であり、陣地を維持できなくなった場合に備え予備であった第2大隊の投入を計画する。13時30分、第11装甲師団が161高地を占領、第110装甲敵弾兵連隊の攻撃は順調であった。だが第686敵弾兵連隊はこの攻撃に同行できなかった。連隊は7日から昼夜問わず攻撃にさらされており、寒さや疲労により移動することすらままならなかった。特にニーダーレンダー隊が指揮する第1大隊は一時包囲されるなどしたため、師団は10日に補給を実施した後第2大隊を投入する予定となった。一方で南西に突破したソ連軍を阻止するため第61オートバイ大隊が午後1時45分に155高地西3キロの T 字路に配備される。午後の間、砲兵の効果的な攻撃によりソ連軍は損害を負い、攻撃能力を失ったため第61オートバイ大隊は第110装甲敵弾兵連隊の支援に回され、一個中隊が第111装甲敵弾兵連隊の西側面を確保するために残された。その後第110装甲敵弾兵連隊はなんとか 96.4 高地西方にまで進出、17時頃にオストロスキー西方の峡谷からソ連軍による攻撃が2回あったが両方とも撃退。第685敵弾兵連隊への攻撃もあったがこれも撃退、前述したリジンスキー西方の敵軍は壊滅した。9日のドイツ軍の行動はここで終わり、翌日の戦闘計画の策定に入る。第11装甲師団は陣地への攻撃が早朝に予想されるため、配下の部隊に次のような命令を下ろした。第111装甲敵弾兵連隊及び第15装甲連隊は予想される攻撃を撃退した後反撃、チル川まで敵を押し戻し、第110装甲敵弾兵連隊及び第61オートバイ大隊はオストロスキーを占領しチル川の渡河点を制圧。第209装甲工兵大隊及び第119装甲砲兵連隊第4大隊の2個中隊は161高地の右翼を守備。第15装甲連隊に関してはオストロ峡谷とゴラヤ峡谷の2カ所に展開。第336歩兵師団は第686敵弾兵連隊第2大隊を配備した後94高地を占領する予定であった。さて前日と違いこの日のドイツ軍は苦戦している。これはチル川に近づくにつれ多くの警告があるため戦車を効率的に運用できない上、ソ連側が共闘歩の維持のため、第47新鋭狙撃兵師団と第8新鋭戦車旅団を増援として送り込んだことにも起因する。一応前回あったりなかったりとされたドイツ空軍の支援だが、第48装甲軍団の戦闘日誌には、空軍は1日10軍団に優れた支援を提供した。と明記されているので、チル川の戦いの前半では制空権をドイツ側が握っていたと断定する。この日の第11装甲師団の損失は戦死22名、重軽傷合わせて94名。第336歩兵師団は詳細は不明だが損失が大きく、他の戦闘団やこの日第48装甲軍団の指揮下に入った第7空軍野戦師団の損失は不明である。12月10日、夜は静かに過ぎ去った。6時30分、第686敵弾兵連隊が 96.4 高地で戦車と自動車か歩兵で構成された大部隊を発見。7時10分、156高地から161高地めがけてソ連軍が攻撃を開始。これに対峙するのは第110装甲敵弾兵連隊及び第686敵弾兵連隊、第687敵弾兵連隊の一部。攻撃は幾度も行われたが、第686敵弾兵連隊はなおも陣地を維持し頑強に抵抗。第11装甲師団は攻撃に対し第15装甲連隊の一部を防衛用に投入することを余儀なくされた。ただ8時20分、第336歩兵師団が要請したスツーカが飛来し空爆を実施。さらに第336戦車両兵大隊及び第119装甲砲兵連隊第4大隊が敵戦車に応射、内訳は不明だが156高地手前で戦車6両を撃破する。時間は不明だが、第111装甲敵弾兵連隊、第61オートバイ大隊、第15装甲連隊は再編成が完了していなかったが師団参謀は攻撃を強行。129高地の敵を押しのけたが、オストロスキー北西1ケム地点で猛烈な阻止砲火により攻撃は停止した。8時40分、チル川の戦い、ましてやこの方面のドイツ軍の命運を決める情報が軍団本部から第11装甲師団及び第336歩兵師団に伝えられる。
スターリングラード包囲を解除するための攻撃は今夜にでも行われ、師団が担当した地域は第7空軍野戦師団や他の予備部隊に引き継がれる予定であると。それに対し第336歩兵師団は次のように返答した。敵は強力な歩兵部隊と戦車で共闘砲を保持し続けており、なおも攻撃を続けている。多数の戦車と対戦車兵器によってのみ突破を阻止できるが、さらなる増援が予想される中、師団の弱い対戦車防御では敵の圧力に耐えることはできない。しかし、スターリングラード救援の一環として、イコ師団は直ちに切り離され、交代しなければならない。そのため、今日中にいかなる状況においても師団左翼を片付け、オストロルスキー東のウラズキーを占領すべきである。師団は改めてこの難局を喚起し、優れた敵戦車部隊との激しい防衛戦に従事していることを指摘する。長々と喋っていたが、端的に言うとスターリングラード救援のための行動は現段階において、不可能、である。返答のわずか20分後、敵がリジンスキーへの攻撃を開始、連隊は最後の予備兵力を投入し村を維持。9時30分、156高地を攻撃していた敵戦車が161高地へ転進、だがまたもや普通科が飛来し攻撃が退けられる。11時45分、敵がリジンスキーに侵入、第685敵団兵連隊は予備を使い果たしたため師団予備であった第687敵団兵連隊第2大隊が投入される。12時15分、敵戦車が94高地を突破し東より第687敵団兵連隊第1大隊の陣地へ進撃。壮絶な近接戦闘の後、戦車2両を破壊し歩兵を退けたが、残存敵戦車は180度回答し第685敵団兵連隊の陣地へ突進した。12時45分、後方に侵入した戦車は対戦車防御を蹂躙し多くの重火器を破壊。これを受け第7空軍野戦師団第2大隊が第687敵団兵連隊、8.8 センチ高射砲中隊と 7.5 センチ対戦車砲2個小隊が第685敵団兵連隊に配備される。12時50分、初めてソ連機による攻撃を受ける、イールドバが6機飛来したが、損害はなかった。13時ちょうど、第61オートバイ大隊はようやくオストロ渓谷の出口まで突破、しかしそれ以上前進することはままならなかった。15時、師団に再度軍団より離脱命令が出される。だが師団日中攻撃にさらされ続け、敵戦車の突破などもあったため共闘砲を除去することはできないでいる。かろうじてリジンスキーを保持しているが、第11装甲師団の攻撃が成功していない今離脱することは不可能であり。また過労のため師団は軍団が提案したオストロスキーに対する野襲を実行することはできない。このため師団は再度軍団に次のような通信を行った。師団の一部は12月3日から活動しているが、完全な防寒具を装備しているにもかかわらず、交互にやってくる雪解けと霜に苦しんでいる。加えてその間、部隊は温かい食事を取ることができず、屋内で暖を取ることもできなかった。さらに度重なる敵の攻撃や戦車の蹂躙、病気や凍傷によって師団の戦闘能力は著しく低下した。そのため、数日間の休息がなければ、この弱体化した部隊で攻撃を実施することは不可能である。これに対し、軍団は次のように返答した。第336歩兵師団は第11装甲師団と連携し、夕方までにオストロスキーとウラズキーを占領せよ。その後、消耗が大きい部隊は即座にトラックでシモチルスカヤに移送され、そこで休息を行う。16時50分、またもやリジンスキーへ東と北の2方向から攻撃が加えられる。師団は予備兵力を使い果たしており、状況は危機的である。軍団との協議の結果、第7空軍野戦師団第3および第4大隊、2個三砲中隊、1個突撃砲中隊、1個戦車傭兵小隊が師団に配属される。また救援活動が11日あるいは12日まで延期されることとなった。21時ちょうど、リジンスキーへの攻撃は撃退された。この日戦闘は夜通し行われるが、10日で一旦区切ることとする。9日から10日にかけ独ソ両軍ともその作戦目標を達成することはできなかった。ソ連側は増援を得ながらもドイツ軍戦線を突破できず、ドイツ側も共闘砲を除去することはできなかった。さらにソ連軍の猛攻を前に第336歩兵師団は著しく消耗し予備戦力まで使い果たしてしまう。そのため第7空軍野戦師団より戦力が抽出されるが、歩兵戦力の4分の3、
砲兵連隊から戦車両兵大隊、高射砲大隊まで引き抜かれた師団は果たして独力で行動できるのだろうか。もはやドイツ側は軍団規模で使用できる予備戦力が存在しない。さらに第11装甲師団と第336歩兵師団の戦闘日誌の内容が興味深い。戦車は到着初日より成功を収めており、この時点でも攻撃の主導権を握っているからか楽観的であり、共闘歩に打撃を与え、敵戦車旅団をいくつも破壊したとしている。だが後者はここまで見てもらったように、連日にわたる攻撃により疲労、いつ戦線を突破されてもおかしくなく悲壮感を醸し出している。ただ第11装甲師団も無事というわけでもなく、ここ数日で一番大きい損害を出しており、戦死36名、重軽傷208名を記録。そのほとんどが第111装甲敵団兵連隊のものであり、オストロスキーへの攻撃がいかに困難であったかを示している。第11装甲師団のは11日、まず161高知東の突出した敵部隊を包囲し殲滅、その後引き続き共闘歩への攻撃を継続する手はずとなった。また第301戦車大隊が師団の指揮下に入る。一方で捕虜への尋問の結果、さらなる増援が到着している。果たしてチルカワの戦い、スターリングラード救援作戦はどうなるのか、次回に続く。